こんばんは、スイスイプロジェクトのチンです。車椅子で副学シリーズの最後は教育実習についてお話しします。僕はもともと体育の先生になるつもりで体育学部のある大学に進学をしたんですが、大学1年生の時に怪我をしたんですね。なので少しは教職課程の単位を取ってたものの、副学当初はもう教員免許を取ることを諦めていました。ただ副学2年目の時に大学の教職関係の先生から、体育は無理だけれども他の教科だったら車椅子でも取れるよっていうようなアドバイスをいただいて、もう一度チャレンジをしたんですね。それをきっかけに、体育の教員免許ではなく英語科の教員免許を目指すことにしました。なので、所属は体育学部だったんですが、それと同時に英米科の授業にも出席をして、単位を取るようにしました。大学4年生までに必要な単位の全て取得をして、最後、仕上げとして、教育実習に行きました。スイスイプロジェクト。教育実習は中学校に3週間ほど行きました。僕がお世話になった中学校はエレベーターが設置されていて、段差もあっても1センチぐらいだったので、ハード面ではほとんど困ることはありませんでした。問題は授業をどうするかっていうことでした。当時僕ができないことを挙げるとこんな感じになります。この辺かな。はい。黒板に板書をできない、子供たちの様子を見回ることができない、プリントを配布することができない、まあできないだらけですね。まあどうやって授業をするかっていうぐらいですよね。他の先生とは同じ方法では授業ができないので、もうそれは諦めました。まず板書ですが、もうあえて黒板を使用せずに電子黒板をモニター代わりに使用していました。そして、僕の膝の上にパソコンを置いてですね、でその画面を、無線で、そのモニターに飛ばすというふうな方法をとっていました。プロジェクターのように、例えば自分のパソコンの画面を、外部に出力する場合は、有線ケーブルが必要なんですが、工夫をすれば無線でもすることができます。その時に必要なのが、MacTibia という機材です。この MacTibia という機材を使うと、ケーブルがなくても、Wi-Fi 接続で、パソコンの画面を飛ばすことができます。詳しい、使い方紹介については、こちらの動画をご覧ください。また概要欄にリンクも貼っておくので、もし興味がある方は、そちらを見てみてください。僕は英語の授業をしていたので、例えば英語の文法の解説、本文の解説っていうのは、パワーポイントを使っていました。また急遽何か書いて子供たちに示したい時には、ワンノートを使って、でその画面をモニターに映して、指示するようにしていました。で実際に使ったそのパワーポイントの、資料を少し見ていただこうと思います。こちらです。スイスイプロジェクト。他にできないことなんですが、例えば授業の見回り、プリントの配布、その他にもたくさんあります。僕一人の工夫ではもう無理だなと思ったので、一人ですることを諦めてサポートをお願いするようにしました。ただそのサポートは、他の先生にお願いするのではなくて、一緒に授業を受ける子どもたちにお願いするようにしました。なので教育実習の初日にこういうふうに伝えたんですね。僕自身は車椅子に乗ってるし、手もなかなかうまく動かないと。なので他の先生と同じような授業はできない。でも、生徒のみんなの協力があれば、授業をすることができるので、この50分の授業をみんなと一緒に作っていきたいと思うっていうふうに伝えました。ありがたいことに僕の担当したクラスの生徒のみんなは、とても素直だったので、こっちの気持ちを十分汲み取ってくれて、
授業に協力をしてくれました。もちろん最初の頃は面倒くさそうにしてる子もいたんですが、まあ、徐々に一緒に授業に参加してくれたので、すごく助かりました。子供たちは任せてもらったり、頼りにされると嬉しいんでしょうね。例えばプリントの配布なんですが、給食の時間を使って、子供たちで話し合ってくれたんです。で、その結果プリントについては最前列の子たちが、みんなに配るようにしようというふうに話し合ってくれて、次の時間から、それを実践するようにしてくれました。他にも授業の機材の準備であったり、片付け、そういう点もみんなで話し合って、子供たちと一緒に授業を作っていくというような感覚でした。もちろん授業内容については、僕が頑張るべきところなので、自分なりに、しっかり努力はしました。英語の授業だったので、分かりやすい文法の解説であったり、僕が使う英語は正しい発音にする。他にも、単語を覚える際の効率的な方法など、英語の豆知識も、含めて、なるべく学びやすいような授業になるように工夫をしました。僕が大学の授業で学んだことを十分に活かして、英語ができるってこんなに楽しいんだって思ってもらえるような授業になるように工夫をしました。とまあこんな感じであっという間の3週間でした。この3週間を通じて僕の中で障害に対する考え方が少し変わったんですね。それまでは他の先生のように同じような授業をすることができないということに対して落ち込んでいたんですが、一方で車椅子の僕にしかできない授業もあるんじゃないかなというふうに思うようになったんです。障害というものをマイナスに考えるのではなくて、むしろ自分の価値に変えていく、それが可能なんじゃないかなというふうなことを学びました。子供たちに常にサポートをしてもらうので、相手が何に困ってるんだろう、それに対して自分が何ができるんだろうということを考えるきっかけ作りは、僕だからこそ伝えられることだと思っています。もちろん子供たちの協力のもとで授業を進めていくという僕のスタイルが正しいかどうかは分かりませんし、当然賛否両論があると思います。そういう点では、自由に授業をさせてくれた実習校の先生方には本当に感謝の気持ちでいっぱいです。毎日、実習記録であったり、授業の準備で睡眠時間はほとんどなかったんですが、でもとても僕の中で、大きな自信となった3週間でした。スイスイプロジェクト。はい、いかがでしたでしょうか。4月から4回にわたって、僕の復学に関するエピソードを、ざっくりですが、ご紹介させていただきました。もしもっとこんなことが知りたいというような質問があれば、ぜひコメント欄に、書いてください。もちろん僕からお答えをします。19歳の時にアメリカンフットボールの試合で障害を負って、首から下が全く動かなくなりました。あの時は本当にゼロの状態でした。何もできなかったです。それでも悩みながらも、目の前のことにがむしゃらに取り組んで、自分にできることを一つずつ増やしていった結果、今の僕があります。今年で障害を負って8年になるんですが、生きていく上で一番大切なことは地道にコツコツ続けていくことなのかなというふうに最近思っています。それでは今日はこの辺りで終わりたいと思います。次回もお楽しみに。ちんでした。じゃあね。ご視聴ありがとうございました。スイスイプロジェクトでは毎月10日、20日、30日の月に3本の動画をアップロードしています。もしよろしければ、この画面の下にあるチャンネル登録ボタンを押してください。またスイスイプロジェクトではTwitter や Facebook を使って、情報発信も行っています。もしよろしければそちらの方もフォローよろしくお願いします。ではまた次回もお楽しみに。チンでした。